こんばんは。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 今日はお話し会でした。来てくださった方ありがとうございました。なんかちょっとバグってるかもしれない。今何人の方が見てくれてるのか全然わかんないや。0人なんだけど出た出た。あ、フォローしました。ありがとうございます。フォローよろしくお願いします。なんか白いハート押してください。みーちゃんって呼んでもいいか。みーちゃん、なんでみーちゃん。あゆみのみみーちゃんって呼んでもいいとか言ったの初めてみーちゃん、みーちゃん、あーちゃんとかじゃなくみーちゃん。受けるね。ピンクのハートのままです。ありがとうございます。白ハート押してありがとうございます。嬉しいです。こんばんは。サイントインできてわー、ありがとうございます。今日から吉本嬉しいです。うん、あ、待って、ギフトもたくさんありがとうございます。え、リクポンさん、これなんだ。待って、あ、待って、え、これ、このギフト、ん、これなんか、なんだろう、これ教えてください。すいません、リクポンさん、ありがとうございます。タワー3本分、やばー、ありがとうございます。本当に、てかリクポンさんって何者、何者なんですかえ、リクポンさん、ありがとう。リクポン、ありがとう。これど、なんていうギフトだ。嬉しいです。ありがとうございます。最初ありがとう、逆に見に来てくださってありがとうございます呼び捨て呼び捨てになっちゃった。ありがとうございます。最高、あ、最高タワーみたいな感じですかね。ありがとうございます。いや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 、ギフトたくさんありがとうございます呼び捨ていいね。ポニテすごい、今日結んだポニテ、ポニテ今日暑かったからね。ね、今日暑かったね。今日そのく見える本当ご機嫌なあゆみ。いや、いつもいつも普通に、いつもこんな感じですよ。最近暑くて溶けまくった、それな。今日ファンになりました、ありがとうございます。ななこさん、結婚して、あ、ありがとうございます。ラブ、髪の毛サラ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 ですかね。赤月まさん似合うありがとうございます。ウィンクウィンクウィンク。なんかなんかこう前髪が汗かいてるみたいな。
すごい可愛いギフトありがとうございます。ジュクシーさん尊いありがとうございます。しきび本当にしきび可愛いですよね。平次さん可愛いありがとうございます。ジロさん、スイカカフェみたいな、ありがとうございます。シアさん、ありがとうございます。カラオケ配信は、なんかこう、あれ？イヤホンでやるやつみたいな感じ？いつかしてみたいけど、してみたいけど、どんな感じなのか。あきさん、タコありがとうございます。タコかみさんありがとうございます。ネリコルジューポーズ覚えましたよ。バッチリですよ。やっとフェス終わって覚えたっていうね。撫で方ですね。嘘。なんか確かにねえ、それさ、今本当に思って、なんか最近撫で方肩凝ってんのかもしれない。撫で方初めて言われたかも。よくできました。一上から目線だな。撫で方、ね、撫で方かな。やばいね、リュック落ちそう。確かに。ゆいちゃんありがとうございます。かわいい。だー、ハートありがとうございます。細山さんありがとうございます。ゆずきさんありがとうございます。なでがた。ファンの方のツイート見てますよ。つぼって、そう、なんかつぼってしまった。あ、ペンライトありがとうございます。なでなでしてあげたい。なでなで、あ、ミラーボール、ナオトさんありがとうございます。ゆきみ。恥ずかしい。あ、イエーイ。なんかミラーボール眺めすごい。ありがとうございます。シキのセリフ待ってます。シキピのセリフはさ、なんかニアジョイだったら、なんか山田桃香ちゃん、桃香ちゃんとか合う気がする。市川恵美さん、市原です。あぴょんさん、なんかレインボーのスター、お星様ありがとうございます。ラウトさん、パフェありがとうございます。パフェありがとうございます。ファミコン写真見てますよ。結構見てます。TikTok 見てるよ。あ、ミラーボールありがとうございます。どなただ。あ、待って、コメントが、わお、わ、虹もポニーテールリボンキュール。ありがとうございます。
ありがとう、おりちゃんありがとう、あいりさんタコありがとうございます。ポニテ、そうポニテ涼しげ、ゆうかちゃん、ゆうかちゃんとかさずっとポニテですよね。村井めぐちゃんタコありがとうございます。パフェタワー、あれ読めてないのあります、読めてないギフトありますかね。めちゃかわいい、りくぽんさんありがとうございます。あ、またミラーボールありがとうございます。あ、なんかさ、なんかいつもね、なんかなぜかテロップを、テロップのボタン押してないのになぜかテロップをなんか打ってくださいみたいなやつが出てて、なんか画面がねちょっと全体的に暗くて、なんか多分ちょっとバグみたいな、だからなんか常にミラーボール起こってるようななんか感じの画面なんだよね。伝わるかな。そう、なんかちょっとバグってて、でもこれをなんか画面をちょっとさこうひっくり返したりしても、いやテロップだからって打とうとしたら打てなくて、もうなんなのって感じ。バグですね。ずっとミラーボールディスコ最近バグ多いね。そう常にミラーボールみたいな、なんか画面のね暗さがそうそういう感じ。なんなのそうなんだろう。まあ多分いろいろとね、多分重いんだろうね。帰りに僕に聞いてください。アップデート多分してると思うんだけどね。ブータチブータチブーグープシュ、充電、全然充電はね満タンってくらい大丈夫ね。なんでだろう、一緒にやってます、ありがとうございます。にゃんにゃんポーズ、にゃん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 、教えてあげない、にゃん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 、なみさんほっぺ柔らかい、柔らかい、ほっぺの肉がありすぎてやばい。なんか最近私がツイートしたあのニアジョイ、ニアリーイコールジョイの衣装の画像、亀子さんに撮っていただいた画像を4枚載せてるツイートの4枚目見ました。もうほっぺの肉がやばい。ゆりにゃっています、ゆりにゃさん、言えないよ、いやいやいや、多分ツイート見たらね、あーあるねってなると思う。見ました、ニアリーイコールジョイの衣装の亀子さんに撮っていただいた衣装のその画像を私がツイートで載せてるやつ、そうそうそう、笑顔のやつ、そう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 、え、これでないの肉。本当、ほんま、ほっぺ伸ばしてください。ほっぺ伸びないんだよね。でもなんかこう、なんだろう、なんかずっしり。ずっしり。たくさんツイッターリポップにありがとうございます。なんか普通にしてたらなんかちょっとこう、まあ普通のねほっぺにげっそりまでいかないけど普通なんだけど、笑った瞬間もうぐわーっと。
ャボン玉、そうね、シャボン玉すごい綺麗でした。フェスに、フェスの時シャボン玉がパーッと、あれはすごい映えますよね。同じ会で話してたゲーム初めて、嘘本当、あれは興味ある人じゃないときついんじゃないかなありがとうね。フェス感動した。そう、今日お話し会でなんかあのやっぱフェスすごい感動しましたって言ってくださる方が結構たくさんいて、なんか中には涙が出ましたって言ってくださる方もいて、本当に本当に嬉しかったですね。やっぱそうやって言っていただけるのは本当に本当に本当に嬉しいです。でもなんかあのニャージョイの単独でやったそのスタートと届いてラブユーとニャリコールジョイの曲をやったんですけど、そのやっぱ最初のスタートのデレレテテレレレテレテレレレレレレ行くぞーがすごい、私もなんか感動しました。すごい行くぞーっていうのが、みんなで頑張るぞーみたいな。クオリティ高くてそう、クオリティ結構高い。大先生コノタの流れ最高どういうこと？ジャンプ、あ、そう、ジャンプをそのスタートの最初のイントロの行くぞーの後にジャンプするんですけど、そこ結構レッスンでみんなでなんか何回もこう動画で撮って、それを見たら結構みんな低いからもっと高く飛ぼうとか言って話し合って頑張りましたそう、ここから始まる感じ、そう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 、また牛被っていいですか？いいですよいいですよ。誰が一番高く飛んだ、え、誰だろうね。その飛ぶところを止めて見たらわかるかもしれない。誰だろう、誰が飛びそう高く。一番ジャンプ力あるのは誰だろうね。こんばんは、こんばんは。足曲げたら高く見、確かにそんなにジャンプしなくても足曲げたら、あー、まいちゃん、あー、え、アリスアリスが高く飛びそう、嘘、あゆみちゃん低そう、そう低いですうん、体力がないのでね。確かにみつきも高そう、いくぞほんとスタートの歌詞も本当に感動しますよね。運動苦手、想像苦手です。お洋服ワンピースではないですね、今日お話し会で着てた洋服です。ぜひツイッター見てください、なんか載せてるんで写真を。シャドーラン、なんかシャドーランは14回ぐらいそれでもめっちゃきつかったシャドーラン本当にね、本当に無理。ファンデーション何使ってる？ファンデーション、リキッドファンデとかは、なんだっけな、なんだっけ、メイベリンとかだったっけ、結構マットなやつ使ってますえ、嘘だろ、いやいやいや、マジで本当にそのぐらい、本当にそのぐらい運動無理、14回でももう限界、本当にきつかったシャトルランってさ、なんだろうね、
なんだろう、限界挑戦ゲームみたいな感じだよね。おんぶして運んであげたらよろしくお願いします。ぜひシャトルランの音、わかる、シャトルランの音ね。メイベリンマスカラもいい。あ、マスカラ、なんかマスカラ全然なくならない。使っても本当ずっと使ってます。5年ぐらい使ってます。こんばんはコスメ紹介してほしい。なんかコスメね、いつか何年後かできるかな。紹介に髪の毛、そうね、髪の毛、リップとアイシャドウ、リップは本当にやばい。なんか本当になんかリップ自分が何色が似合うか分かんなくて、なんかイントネーションがやばい。何色が似合うかあんま分かんなくて、なんかオレンジっぽい色のキャンメイクのリップをずっと本当に5年前ぐらいからずっと使ってます。そう、オレンジメイク、そうだね、ピンクよりオレンジメイクかな。はじめまして。なんかリップとかなくならない。なんかオフの日は全然本当にメイクしないからかな、なくならないんだよね、メイク道具が。認知してほしい、あゆりちゃん。わかる。本当に。あ、やばい。名前で敬語さん。4000人ありがとうございます。4000人見てくださってる方、タコ投げといてありがとう。ありがとうございます。ギフトとコメントが見るとこ開いてなかった。デュックシさんありがとうございます。ほらタコ。おたけさん、レインボースターありがとうございます。フェス越しになりました。ありがとうございます。嬉しいです。おりちゃんスイカありがとうございます。エミさんありがとうございます。ケヨッピさんスイカありがとうございます。フォロワー7000人突破しました。本当ショールームの、このショールームのフォロワーですかね。ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。フォローしたらあの配信してた通知とかが行くと思うので。タコさん投げました。ゆいちゃんありがとうございます。タコ、そうですね、通知来ました。本当、チロさんバラありがとうございます。
ばんは、こんばんは。全然コメント読んでもらえ、ごめんね待って、コメ欄早くてありがとうございます。 TM マンさん、スイカありがとうございます。コジさん、リンボー、リンボースターありがとうございます。コジさん、ありがとうございます。見たら星が流れてるみたいっていうこと話し会のあゆみちゃんテンションどんな感じだろう、どんな感じかな逆に質問、どんな感じの話、お話し会でもなんか本当にゆっくりゆっくりなんか話してます。ゆっくりマイペース、マイペースというかなんかめっちゃマシンガントークではないので、かなり落ち着いて、まあそうですね、でも見た目よりはフレンドリーです今のまま確かにこんな感じかな、こんな感じかも。確かにとても楽しい、宣伝してくれてる。そうですね、お話し会楽しいですよね。ゆいさん、あ、ペンライトありがとうございます。おもろい本当、ハードル上げるな話し会とったらもっと嬉しいですよ。キナ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 ってちょっと軽いのいだけど、ぜひぜひお待ちしております。あやさん、かわいい、ありがとうございます。赤月マンさん、いいね、ありがとうございます。カミュさん、スイカありがとうございます。あ、なんかサイン会、そうサイン会なんかあの9月でしたっけ、なんか始まりますよね。どんな感じなんだろう、どんな感じですか、サイン会。あゆみちゃんでいいよ、ラブ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 。そうですね、全然ノープランでいいですね、お話し会は。サイン会の時ってショールームしながらしたりしますかね。あいりちゃん、結婚してありがとう、結婚してかわいい。ななこさん、スイカありがとうございます。そう、お話し会のプランでなんかなんか相談とか乗ったりもしてるかもしれないとか、なんかダイエットとかダイエットの話とかなんか聞いてくださったり、コツはとか、そんな感じですね。ショールームデザインなのかね、どんな感じなんだろう。アイリさん、結婚してありがとうございます。さやたん、くま、ありがとうございます。くま、くま、人生相談、そうそうそう、人生相談ぜひぜひお話しましょう、人生相談。でもやっぱ人生相談とかは結構なんかゆっくりお話したいですよね。なんかあ、もう時間だってなるの嫌ですよね髪を伸ばしてるね、そう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 、伸ばしてます。ラウドさん、タコありがとうございます。
エゴサするタイプしますよ。見てます。結婚してありがとうございます。富澤さん、千代さん、ラブレターありがとうございます。すごい可愛いギフトがたくさん。斉藤さん、クマありがとうございます。マキマキさん、ハートありがとうございます。ハートハート、ハッシュタグ一夜ライミ平気平気ですよ。ゆうまさん、結婚してありがとうございます。トシさん、タコありがとうございます。マキマキさん、ありがとうございます。ガーディさん、ありがとうございます。あームーミンパパさん、だるまありがとうございます。チャさん、音符ありがとうございます。まあ黄色いペンライト可愛い、ニアジョイって感じ。可愛い、ありがとうございます。話し会恥ずかしくて参加でき、確かに恥ずかしい、わかる。けどね、一回やってみたらいけるものなのかもしれません。一回やってみたら。話し会本当に名前とてもあっという間。ねえ、あっという間、本当にすごい時間が来ちゃうから、たくさんゆっくりとお話しましょう。すごいね、お話し会楽しい。メンバーと電話したり、なんか電話が苦手で、結構あんまりしてないけど、結構 LINE、 なんかコナーとかとずっと LINE してます。コナー可愛いです。なんかコナーにちょっと結構なんか面白画像みたいな、しょうもない画像を送ったりしても、コナーはなんか爆笑してくれるので、本当にいい子ですね。年下なのにね、反応してくれて、私の相手をしてくれてありがとうって感じです。そう、しょうもない、本当に。そうやって結構笑ってくれるのはコナーですね。電話苦手、わかるね。ちょろい、や、ちょろい、ちょろい。コナタン赤ちゃんだけど、コナタン赤ちゃんだけど、うん、なんか赤ちゃんだけど、いやーね、でもしっかりしてると思う。しっかりしてるというか、頭いいね。頭いいのが伝わってきます。話しててね、言葉遣い。この可愛いですね。バブちゃん。このプロですよ。コナちゃんの人の2人で話して、本当コナとツーショットとかいっぱい撮りたいな。今日もちょっとあったけど撮れなくて。ゆずきちさん、ペンライトありがとうございます。ニヤジで一番面白い子、でもみんなね面白いけど、誰だろうね。でもなんか、みんな個性あって、ほんといい、面白い、それぞれの面白さがあるって感じ。アリスちゃん、アリスと結構なんかツーショット撮ってる気がする。結構撮ってませんか。小熊さん、
スイカありがとうございます。あ、葵面白い、葵面白いですね。葵確かに、葵のなんだろ、独特ないないよね、ああいう子あんまり葵ね、でも葵と話してたらなんか四文字熟語とか、え、それ間違ってるよみたいな教えてくれるのですごい勉強になりますね。かっこいいよね、本当に。モンガーさん、結婚して、ココマさん、それなんだ、なんかお星様みたいなの、ありがとうございます。そら、かわいすぎてさん、スイカありがとうございます。葵のそのなんか間違ってるやつはね、孔子混合っていう言葉を、え、孔子混同じゃないって言われて、えって言ってネットで調べたら、孔子混同ん、孔子待って、やばなかった、待って孔子混同が正解だったのかな、なんかそういうあってあって、マジかって、待って合ってる待って、恥ずかしい合ってる講師混合おちょっと待ってね、こういうのダメだ講師混、え、待って、え、じゃあ葵が落ち合ってるってこと、待って、よくわからなくなってきた、わからなくなってきた、わからなくて、どういうこと、まあいっか、カメラ止めるそんな大げさな、公私混同だよね、そうこっちもわからなくてきた、混乱さすなムーミンパパさん、だるまありがとうございます、ありがとうございます、ハートドメゾーさん、ありがとうございます、公私混同ね恋人にしたいメンバーは恋人にしたいメンバーは、うーん、え、でもみんな本当に可愛くて、本当に可愛いので、うーん、え、誰だろうな、でも優香ちゃんとかなんか本当に上品な女の子って感じがして、本当に寸とね、姿勢もいいし、いいですよね。そう、みんな魅力があるからね。そう。50カウントありがとうございます。恋人は指原さんがいいな。いいね。何時までいますか今日は、9時半までしますあれしちゃんって言ったね、確かに、でみんな可愛いです、みんな彼女にしたいですよね、
マサッチさん、結婚してありがとうございます。小林さん、ペンライトありがとうございます。みんなかわいそうそう。あつきまーさん、いいね、ありがとうございます。おからなさん、ありがとうございます。 DD DD ですね。あかつきまーさん、ありがとうございます。トシーさん、ハートありがとうございます。偏りました、おめでとうございます。本当頑張った、お疲れ様ゆっくり休んで、ゆっくりいっぱい食べたいもん食べて。トシーさん、ハートありがとうございます。ナオトさん、トートイありがとうございます。ナナコさん、クマありがとうございます。かわいいクマ。ビッグスマイル、ビッグスマイル。暑いか、エール暑い、頑張れ頑張れね。暑いね、暑い、本当に暑い。確かに確かに確かに。答えるけどね、するまでがきついね、そういうのは。もうなんか集中力があるときにやってしまいましょう。バーッとやってしまって、なみちゃんが大好き、嬉しい、キュンです。こんなお風呂嫌いな、え、そうなの、マジか、意外だ、意外ですね。ワオさん、誰もありがとうございます。こんばんは。ペンライト、チロさん、ありがとうございます。ネタ、お風呂嫌い嫌いで、でも夏はね、入りたいね、お風呂に。冬も入りたいけど、お風呂入ったらすっきり生まれ変わった気分。エンマ・エミさん、ハートありがとうございます。いろんな部屋ある、そう、いろんなね、いろんな髪型したいですね。あー、ペンライトありがとうございます。生き返るね。ムーミンパパさん、マオさん、誰もありがとうございます。泣きキス。ハーフツイン、あー、いいね、ハーフツイン。こんばんは、みちゃんね。こんばんは。あ、ペンライトありがとうございます。スクショタイム、うん、まあ最後らへんにスクショタイムをしますか。直感完璧すぎる、本当結構適当なんだけどありがとうございます。この配信とエコノジーを見逃し配信見てくる。あー、いいね、 DTV ですよね。私結構見てます。前髪綺麗、ありがとうございます。ちょっと待ってね、ちょっと待って、
暑いね。すごいなんか本当に本当にあんなね大きなステージに、初めてのステージ、大きなステージに初初めてのねステージで、あんなに大きなステージに立たせていただいたことが本当に当たり前じゃないし、本当にありがたい、本当にね。だからこれからもっとねファンの方に恩返しできるような、できるように頑張っていきたいですね。ムーミンパパさん、だるまありがとうございます。まあたくさん、マッキーさんもありがとうございます。本当にね恵まれた環境に今自分はいるなって思ってます。本当にやっぱライブって本当楽しいですよね。マイカさんと話したことは、なんかマイカさんはあのミヤジョイが初めてのお話し会の初日の時に、あのなんか差し入れお土産かなみたいなのをさささっと走ってきて、ポッと置いてさささっとまたどっかに行っちゃったんですけど、本当になんかお優しいですね。なんか多分なんかイコールラブさんが沖縄でコンサートライブツアーした時のお土産を多分くださったんですよね。でもなんかそう、あ、人見知りなんですね。そうすかっこえ、そうそれ言ってました。そうそう、ちゃんとそう話してないですね。そうさっさっさっと言っちゃいました。もう本当にもうマジで本当にかわいい、もうかわいいって本当に綺麗すぎて、もう女神、美味しくいただきました、ありがとうございます。そう、そのまいかさんがそこに差し入れとしてかな置いていただいた写真も撮ってるんですよ。でも多分載せちゃいけないよね、あの SNS とかね。でも写真撮ってますかっこいい。そうですね、嬉しいです、ありがとうございます。その時に私と優香ちゃんしかいなかったから、そうマイカさんの本当歌声本当好きすぎてやばい、本当にもう完璧、全てが完璧すぎてやばいよね。あ、ハートたくさんありがとうございます。ハート、恥ずかしくてもしかいなかったってやばい、キュンキュンですね。ののこさん、とうとうありがとうございます。レイジさん、ハートありがとうございます。キヨッピさん、花束ありがとうございます。今日本当暑いですよね。レインボースターありがとうございます。ネックレス付いてますありがとうございます。教えてくれてありがとうございます。誰教えてくれたの。あ、ヒゴさんありがとう。指ハート
はじめまして。はじめましての方たくさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。だるまペンライトありがとうございます。音符もキラ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 。初見の方めっちゃ多い。そう、でもたまにね、初見じゃなくても初見ですっていう人とかいるからね。そういう方いるから、ほんとたまに面白いけどね、騙されちゃう。ありがとうございます。たくさんハート、ペンライトもありがとうございます。家事しながら見てる、わあ、ありがとう。家事頑張ってください。気持ちはいつも初見です。初見さん、ゆずきつさんありがとうございます。いまんさんありがとうございます。うさみみじゅうさん、スイカありがとうございます。今度お話し会行くよ、待ってます。本当にお話し会ね、またこれからたくさんあるので、たくさんお話しできる。やったやった。でも本当にこんなつまんない私にさ、あゆみとお話ししたいって本当ちょっとでも思ってくれたりしてくれる方がいるのが本当に嬉しいし、ありがたい。まことさん、あ、ハートじゃない、レインボースターありがとうございます。スイカありがとうございます。キラキラありがとうございます。スクショタイムください。いいですよ、じゃあもうしちゃいます。なんか前髪大丈夫かな。大丈夫ですかね。スクショタイム、スクショ。どんなポーズが。9000人ありがとうございます。9000人ありがとうございます。ウィンクウィンクウィンク。なんかウィッシュみたいになっちゃった。ありがとうございます。またゆみこさん、チロさんありがとうございます。制服のマネキン坊主。楽しいね、坊主たくさんあるよね。なんかポニーテールが、ポニーテールが分かるやつがいいね。列10位、列10位ってどんな感じだろう。
ブーイサイン。ズッキンポーズ。竹内さん、タコありがとうございます。エマーエミさん、ありがとうございます。アイス。こんな感じかな。まあ事故側乗せないでください。普通にまあまあ漏れてるやつお願いします。質問します。ありがとうございます。みさかちゃん、タコありがとう。ありがとうございます。26枚、めっちゃ取るやん。ありがとう。嬉しい、嬉しみ。ラムネ太郎さん、ありがとうございます。今日会いたかったね。来れなかった。お話し会ね。コーラ飲まない、あんま飲まないですね。またあゆみこさん、ありがとうございます。小判、小判かな。ありがとうございます。お歌、今日はね、お歌はね、歌いません。今日ね、もう時間ももうちょっとなので、またいつか歌ってみようかなって思ってます。もう終わっちゃそうですね。トシーさん、ありがとうございます。じゃあ壇上をランキングを読みます。13位、トッシー、アトマーク、エビミンさん、パチパチ。あ、あ、変わった、あれ変わっちゃった。はい、じゃあ13位、奥さん、パチパチ。12位、おりちゃんさん、パチパチ。11位、とめぞうさん、パチパチ。10位、TM マンさん、パチパチ。9位、携帯メロさん、パチパチ。8位、おたけさん、パチパチ。7位、神、アトマーク、アイミン、おじさん、パチパチ。6位、ななこさん、パチパチ。5位、ゆずきちさん、パチパチ。4位、まことさん、パチパチ。3位、じろうさん、パチパチ。2位、ラウトさん、パチパチ。1位は、ドゥルルル、りくぽんさんです。パチパチ、ありがとうございます。本当に今日も配信を見てくださりありがとうございます。ありがとうございました。そうですね、また、あ、そうだ、またいつか配信するときはまた宣伝するので、ツイッターで、あ、そう、ツイッターで宣伝するので、ツイッターのフォローよろしくお願いします。このショールームのさ、アカウントから行けますかね。ツイッター多分連携させてるので、なんかプロフィールのところを開いたら多分ツイッターマークがあるので、そこを押したら多分ツイートのフォローができるので、ぜひフォローしてくださると嬉しいです。鳥マークから、あ、そうそうそう、水色の鳥マークからお願いします。
とあとノットイコールミーさんのスースキじゃないのオンライン個別お話し会参加券付き、これ長いね、のいみさんの第2販売3次受付が明日の13時までで締め切りなので、ぜひぜひぜひお話し会、お話私としたいなと思った方はぜひお申し込みしてお話ししましょう会いに来てください。あとイコールラブさんのタイトル未定の個別お話し会とオンラインサイン会もの第一次受付も明日の12時までで締め切りです。ぜひぜひぜひ待っております。そんな感じです。そうちょっとまたみんな調べて自分たちで調べて、そうこんな感じです。はい、申し込んでありがとうございます。そうじゃあルームフォロー最後によろしくお願いします。ハート押してください。じゃあ今日もね、配信来てくれた方、コメントしてくれた方、お星さん投げてくれた方、自分たち調べてちょっと適当すぎてダメだね、待ってます。でギフトもたくさんありがとうございました。本当に楽しかったです。おやすみなさい。グンダイ、おやすみなさい。バイバイ。おやすみなさい。